こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。麻酔をしない虫歯治療を行うことを努力しております。歯と歯の間に虫歯があります。まずこの周りの汚れを取っていきます。汚れは白いのでなかなか肉眼で把握することは難しいと思います。そして一番細い削る機械で削っていきます。麻酔は一切行いません。痛いのを我慢する、我慢してもらうということではなく、痛いことをしないということです。そして虫歯を除去していきます。拡大し、さらにチェックしていきます。ここの部分は歯茎の下まで虫歯が到達しています。この白いのはエナメル質になります。その中は象牙質になります。そして器具を中に入れ、中の汚れ、食べかす、プラーク、細菌の塊ですね、そういうものを除去していきます。丁寧に除去していきます。小さく削ることはできても、このような器具が中に入らないと治療できないわけですから、ある程度の削除量は必要になります。そのできるだけ削らないという考えはどのような考えなのかを担当の先生によくお聞きすることが重要だと思います。これほど食べかすが入っています。つまり噛むことによって入るのではなく、唇とかそのような咀嚼運動を動かすことにより、この周りから細かい汚れが入っていくわけです。麻酔をしていませんので、注意深く注意深く除去していきます。